差し替えたパーツが素体のパーツより大きくメッシュからはみ出しているもの、塗りが素体と異なり変形に適していないメッシュの割り方になっているものを調整していきます。下絵と比較すると分かりやすいのですが、腕やスカートは素体と比べると大きいのでメッシュからはみ出してしまい切れた状態で描画されていますね。右上腕パーツの輪郭に沿うようメッシュを割り直していきます。右上腕を選択しメッシュ編集画面を開きます。今の状態だとモデル用画像が切れていてメッシュが割りにくいので、表示をモデリング表示からモデル用画像表示に切り替えましょう。これでモデル用画像がすべて描画されている状態でメッシュを割り直すことができます。スカートの揺れデフォーマはデフォーマを削除しパラメータを固要素に反映を使用して動きを流用しているので、すでに動きがつけられています。しかし動きを流用しただけの状態だとやや揺れが小さく見えますね。素体のスカートよりも丈が長いので揺れ幅がもう少し大きくなるように調整します。デフォルトの形状をコピー&ペーストし、スカートの付け根が動かないようにします。片側の動きができたら動きの反転機能を使用し反対側の動きを作成します。素体の通常待機は体の小さい上下動に合わせて腕もわずかに上下に動いています。素体の動き幅を参考にしつつタイミングや動きは大きく変えずに中間の腕の角度を変更していきます。2秒あたりの下げた時の角度、4秒あたりの上げた時の角度を動きのタイミングは変えずに調整します。上腕や前腕、手首の動きの順番が変わってしまうと大きく異なる印象になってしまうので注意しましょう。大まかにポーズが変更できたら残りの腕のキーも値を変更していきます。この時グラフエディタでカーブを表示するのが分かりやすくおすすめです。左右の腕で同一の動きをしているので左腕のキーをコピーし右腕にキーフレームを選択行にペーストします。右腕を反転し左腕を作成する場合は右腕側に素材が来るようにしてください。同じ位置にすることにより反転したアートメッシュにモデル用画像を差し替えることができます。今回は上腕以外のパーツは右腕と同じものなので削除します。これで準備は完了です。すでに動きがつけられている左上腕アートメッシュを選択しプロジェクトパレットのモデル用画像を開きます。一覧の中から差し替えるモデル用画像を探してください。モデル用画像を選択するとインスペクタパレットに画像が表示されます。今回差し替えたいワッペンがついた左上腕を選択したら右クリックし選択オブジェクトの入力画像として設定をクリックします。これで柄が差し替わりました。ツール詳細パレットにあるストロークによるメッシュ割りツールに切り替えます。ひし形のポリゴンとペンのマークのアイコンです。顔の輪郭をなぞるように線を引いていくとパスが作成され、パスに沿って自動でメッシュが生成されます。パスを引いたら輪郭線に沿うようにパスを調整します。クリックで制御点を増やしたりパス上をドラッグして形状を調整することが可能で、パスの調整に合わせてメッシュも自動で更新されます。エッジがつながっていない部分をつなぎ、おでこあたりにかかっている影色のグラデーションを意識して横方向に、おでこから下は縦方向を意識するようにメッシュを大きめに割ります。このメッシュを左右対称にしてみましょう。メッシュの手動編集を開き、左側半分のメッシュを削除しメッシュの手動編集を終了します。右半分だけになっている顔を選択しメッシュをコピーし再度メッシュの手動編集を開きます。残ったメッシュを全選択、右クリックメニューから左右反転を行います。左半分のみメッシュが存在している状態で先ほどコピーした右半分のメッシュの形状を貼り付けます。最後に中心部分のダブっている頂点を削除します。その後残した中心部分の頂点の位置を微調整し自動接続すれば
左右対称のメッシュ割りができました。